あのね、専業主婦って甘えていると思わない？家事だけをすれば生活が保障されるなんておかしいわよ。ちょっと待ってくださいよ。どうしてそんなことばかり言われなきゃいけないんですか？寄生虫みたいな生活をしているあなたが悪いんでしょ？アニメスカッと生活。私の名前は美奈子。今回は義母ゆきえさんの話です。こちらがその義母ゆきえさん。義母とはこれまであまり接点はありませんでした。全くないわけではなかったんですけどね。メッセージアプリで少し話す程度です。これまでは適度な距離を保っていたつもりだったんですけどね。まさか家を建てたことでその適度な距離がなくなってしまうとは思いませんでした。それでは義母とのやり取りをご覧ください。そういえばもう少しで新しい家が完成するんだったわよね。そうですね。本当はもう少し早く完成するはずだったんですけど、途中で資材が足りなくなったのよね。息子からも聞いているわ。まあ交通事情で資材が運べなかったみたいだから。そうですよね。事情は分かっているんですけど、やっぱり楽しみにしていた分ちょっと夫も遅れたことが残念だったみたいです。まあ楽しみは後からって言葉もあるからね。それにしても都心の一等地に5億円の豪邸だなんてすごいわね。さすがにああいう豪邸は贅沢じゃないかって思ったんですけどね。だけど長く暮らす場所だからこだわり抜きたいらしくって、おかげで金額がかなり上がったんですけど、その分暮らしやすさは抜群に良くなるはずだと夫も言っていましたよ。そうなのね。完成したらぜひお邪魔したいわ。もちろんですよ。お母さんが泊まるための部屋も作ってありますし、将来同居することも考えて設計してもらっていますから。あら、同居のことまで考えてくれていたの？当たり前じゃないですか。詳しい話はしていませんでしたけど、将来的には同居と夫も話していたんですよ。あ、もちろんお母さんが嫌じゃなければですけどね。嫌なはずないでしょ。そんなことまで考えてくれていたなんて本当に嬉しいわ。このように普通にやり取りができる関係だったはずなんですけどね。豪邸が完成してしばらく義母が泊まることになったんです。その時から以前の優しい義母はいなくなりました。もしかしたら最初からいなかったのかもしれません。豪邸が建ったことで義母は本性を表したのではないでしょうか。今にして思うとそのようにしか思えなくなってしまったんです。義母がどのように変わったか。私は専業主婦なのですが、専業主婦を見下すようなことを言い始めたのです。最初は冗談で言われているのかと笑いながら返事をしていたのですが、何をヘラヘラ笑っているのかしらねと言われたりしたんです。さすがにこれはもう冗談で言っているわけじゃないんだなと思ってしまいました。義母の皮肉は日に日にひどくなり、私も我慢の限界が来ていたんです。だから夫に相談をしたのですが、夫は何も言ってくれませんでした。それどころか母さんの言う通りだろうと冷たい言葉を投げかけてきたんです。きっと夫は知っていたのでしょうね、義母の本性に。これまでの義母の態度は上辺だけのものだと夫も知っていたからこそ、この表現ぶりに何も言わないのかもしれません。美奈子さん、あなたまだ働くつもりはないの？まあそりゃこんな豪邸を建ててもらっていたらぐうたらして生活をしたいわよね。お母さん、私は以前から専業主婦だったんですけど、どうして家が建った後からそんなことを言い始めるんですか？私、お母さんの機嫌を損ねるようなことをしましたか？もしそうならきちんと謝罪をしたいので教えてもらえませんか？気に入らないことなんてしてないわよ。ああ、強いて言うならあなた自体が気に入らなかったの。子供ができてから専業主婦になるならともかく、最初から専業主婦なんて甘えた考えを持つあなたをどうやって気に入れって言うのかしら。けどまあ将来のこととかあったから我慢してあげていただけ。そんな、私はお母さんと仲良くやれていると思っていたのに。専業主婦はニートで寄生虫も同然よ。こんな豪邸にニートで寄生虫のあんたなんて似合わないわ。さっさと出て行きなさい。それ本心ですか？冗談とかじゃないんですよね。冗談でこういうことを言うはずがないでしょ。信じたくない気持ちもわからなくはないけど、さっさと出て行ってくれる？出て行かないならずっと私があなたをいびってあげるわ。出て行きたいって思うまでね。その後夫と話し合いました。
なんとか義母と私の間に入ってもらえないかとお願いしたんですけど、夫はこれまでの態度が嘘であるかのように冷たいものでした。豪邸を建てた後から義母も夫も態度がおかしくなりました。もしかしたら豪邸を建てたことで自分たちはすごいと思うようになったのかもしれませんね。まあもともとそういう気質じゃなければいきなりこういう表現はしないでしょうけど、とにかく義母と夫の表現ぶりに私は夫に対する愛情を失ってしまいました。だったらもう私と夫は離婚をするべきでしょう。こんな感情を抱えたまま一緒にいてもうまくいくはずがありません。だから夫に離婚を切り出しました。夫は離婚をするのは世間体が悪いから嫌だと言いました。私と離婚するのが嫌だからではなく世間体が悪いからだそうです。情けなくなりましたね。そこまで夫はもう私のことをどうでもいいと思っていたのかと悲しさよりも呆れてしまったんです。もう離婚に対してためらいはありませんでした。お母さん、私と夫は離婚をすることにしました。あら、やっぱりそうなるのね。そりゃそうよね。ニートの女と息子は合わないものね。専業主婦とニートの区別がついていないお母さんよりマシですよ。はっきり言ってお母さんだって専業主婦でしたよね。亡くなったお父さんが話していましたよ。それなのによく私を見下すようなことばかり言えますね。ああ、それとも自分で自分を非難しているって新しいネタですか？それはそれで斬新ですね。なんですって？どうしたんですか？私が反論すると何かおかしいですか？今まではお母さんだから我慢していたんですよ。もうすぐ他人に戻るんだから我慢する必要はないですよね。あなたそんな性悪女だったのね。お母さんには言われたくありませんよ。私が性悪女ならお母さんは根性が腐った女性ですか？年齢を重ねている分かなり根性の悪さが熟成されていそうですね。だから失礼なことを言うのはやめなさいよ。ニートで口も悪いなんて救いようがないじゃないの。別にお母さんに救いようがある人だと思ってもらわなくても結構です。もうお母さんには遠慮しなくて済むのでストレス抱えずに済みますね。そして私は夫と離婚をしました。夫は反対していたそうですが、義母があんな女とは離婚しなさいと激怒したらしく、それが決定打になったそうです。まあ私としては夫と泥沼離婚にならずに済んだので良かったです。ある意味では義母に感謝ってところですかね。だけど離婚をしてから1週間後、義母からメッセージが届いたんです。きっと自分の思っていたようなものじゃなかったことに気づいたのでしょう。私自身そのことに気づいていましたが何も言いませんでした。そもそも離婚をするのに今後のことでアドバイスをする必要なんてないですよね。ちょっとどういうことなのか教えてちょうだい。はい？貯金がどんどん減っているのよ。1週間前からどんどん減っていって、あなたが何かしているんでしょう？私は何もしていませんよ。むしろこれまでしていたことを離婚をきっかけにしなくなっただけです。は？元夫、あなたの息子さんですけど、散財癖がすごいんですよ。下手すれば1日で数百万使ってしまうほどに。え？見栄を張りたいんでしょうね。部下を連れて行ってクラブで散財とかよくありました。だけどさすがにそれを毎日やられると貯金が減っていくでしょ。だから私がしっかりストッパーになっていたんですよ。ストッパーである私がいなくなったことで元夫は散財をまたするようになったんでしょうね。どうしてそのことを教えてくれなかったの？息子がこの1週間でいくら使っていると思っているの？知りませんよそんなこと。どうして私がそんなことを気にしてあげないといけないんですか？お母さんがちゃんと管理してあげたらどうです？ちなみに彼はお金を稼ぐ前も見栄張りでおごったりしていたそうですから、しっかり管理しないとお金は減っていく一方ですよ。そんな。ちなみに教えておいてあげますね。簡単にあの人のお金の管理ができるとは思わないでくださいね。私が管理できるようになるまでに結構大変でしたから、息子至上主義のお母さんには無理なんじゃないですか？つまり破滅待ったなし状態ってやつですね。やったー、思わぬところで仕返しができてかなりハッピーなんですけど。しかも私が何かしたわけじゃないから自滅ってやつですかね。まあ別にどうでもいいんですけど。ちょっと待ってよ、貯金をそんな勢いで使われたら。そのうちあなたのお金も使うようになりますよ。結婚当初
彼は私の貯金を勝手に使っていたこともあったんで、それはちゃんと返してもらったから今はもういいんですけどね。彼そういう人ですから。あなたも貯金があるならしっかり管理しておかないと、いつの間にか自分の息子にすっからかんにされていたということになりかねませんよ。その後元義母から連絡があってもスルーしています。もう離婚して家族でも何でもないから返信をする意味もありませんからね。元義母はその後元夫が暮らす豪邸から引っ越したそうです。私が離婚した直後すぐに引っ越してきたようですけどね。自分の自慢の息子であってもお金が絡めば逃げ出したくなったのでしょう。元夫はお金の使いすぎで豪邸のローンも支払えなくなったそうです。そのため差し押さえられて離婚して1年経つ頃にはアパート暮らしになっていたそうです。それだけじゃなくて会社のお金にも手を出していたことが発覚したのだとニュースで見ました。そんな元夫の周りには彼を助けてくれる人なんて誰もいません。見せかけの付き合いばかりしてきた証ですね。元義母も元夫との付き合いは断っているようで、元夫も元義母も一人っきりです。まあそれは全部自業自得なので同情はしませんけどね。私は正社員登用してくれる会社を見つけて毎日仕事をしています。大変ではありますがやりがいのある仕事なので毎日が楽しいです。この先再婚できるかは分かりませんけど、一人でもいいかなとは思っています。だって再婚相手も元夫のような人だったら嫌ですからね。もしも再婚をすることになっても、しっかりと相手がどんな人なのかを見極めてから結婚をしようと思っています。まあそんな人がいればの話ですけどね。今は充実した生活なので再婚のことなんて全く考えていません。このまま充実した生活が続けばいいなとは思っています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。私の名前はちかこ。今回はご近所さんであるしおりの話です。こちらがそのしおり。しおりはうちのお隣さんです。引っ越してきた時は明るくて話しやすい人かなって思っていたんですけど、ただの非常識な人だと気づいたのはここ最近のことです。なぜ非常識な人だと思うようになったのかといえば、うちの敷地に無断駐車をするようになったからです。前から頻繁にしていたのですが、今回は1週間連続でなぜかうちの車を別の場所に停めなければいけないほどです。すぐにどかしてもらいたいのですが、どうやら旅行にでも行っているようで。それではしおりとのやりとりをご覧ください。しおりさん、今日で1週間目だよね。いい加減に車をどかしてもらえないかな。だから旅行中だって言ってるじゃないですか。帰ったらちゃんとどかしますから。あなたお母さんに車の鍵を渡しているって言ってたわよね。あなたのお母さんにどかしてもらうことは無理なの？ああ、そういえばそんなこと言ってましたっけ？預けてますけど、帰ってからでいいでしょ？お土産ちゃんと買って帰りますから。お土産なんていらないからすぐにどかしてほしいの。あなたが勝手に敷地に止めているせいで、うちがコインパーキングに止める羽目になっているんだから。コインパーキングに止めてるんですか？私は無理ですね。だってコインパーキングって高いじゃないですか。え？もしかしてあなたがうちに車を止めている理由ってそれ？そうですよ。お隣さんに止められる場所があるんだから、コインパーキングを使わなくてもいいかなって。止める場所なんてないでしょ。うちは私と夫の2台分しか駐車場がないんだから。だって昼間とか止めてないじゃないですか。使わない時くらいいいでしょ。100歩譲ってそれは良かったとしても、今の状態はあなたが言っていることには当てはまらないよね。旅行前日に車を止めてそのまま逃げるように旅行に行ったんだから。逃げるようにって言い方ひどくないですか？私は別に逃げたわけじゃないですよ。だったらなぜ話をしていかなかったの？大体自分のところの駐車場は空いているじゃない。なんで自分のところに止めないの？空港までは旦那の車で行ってるんですけど、自分の駐車場に止めていたら戻ってきた時に移動させなきゃいけないじゃないですか。そんなの面倒だからそっちに止めちゃえってなったんですよね。自己中心的の極みに頭が痛くなりました。私は今まで生きてきてここまで自分中心な考えを持つ人を見たことがありません。今まで注意くらいで留めておいたのがいけなかったようです。夫にしおりの言葉を教えるとさすがに呆れていましたね。若いからというだけではなく、しおりだからこその考えなのでしょう。というか、しおりの言動を止めない彼女の旦那さんも似た性格なのでしょう。似た者同士である意味お似合いなんでしょうけど、
こっちに害があるので迷惑なだけです。さすがに腹が立ったので、もう強行手段に出ることにしました。一応法律上問題がないかちゃんと調べてからしましたけどね。感情のままに行動してこっちがつつかれる結果になったらバカみたいですし。ちょっと帰ってきたら車が動かせないんだけど、何やあれ。あれはあなたが勝手に止めたからですよ。おかげでこっちはかからなくてもいいコインパーキング代がかかったので、それを支払ってもらおうと思いまして。はあ、コインパーキングを使ったのはあんたでしょ。私が頼んだわけじゃないんだけど。頼んではいないでしょうけど、あなたのせいで利用しないといけなくなったんです。その分の費用を請求するのは当然の権利だと思いますけど、本来であれば1週間も車を止められていて、レッカー移動をお願いしてもいいくらいだったんだけど、あなたがお母さんにすぐ車を移動させてくれればここまでのことはしなかったんだけどね。あなたお母さんから連絡をもらっていたらしいけど、どうせ隣は何もできないんだから放置でいいよって言ってたらしいわね。なんでそれを。あなたのお母さんは車を移動するべきだって思っていたらしいけど、あなたの許可がない以上動かせないって頭を下げてきたの。まあ鍵は預かってるんだから大丈夫だとは思うし、人の敷地に止めている以上許可も何もないでしょうけど。だからってこんな風にしなくてもいいじゃない。これじゃ車を動かしたくても動かせないわよ。話にならないなら弁護士に動いてもらうしかないわね。相談はしてあるから、いつでも依頼できる状態だし。弁護士？知らないの？結構人の家に無断駐車して弁護士を入れるような大ごとになっているケースもあるんだよ。むしろ私はまだ優しい方だと思う。あなたが旅行から帰るのを待っていたんだから。とりあえず車を移動させるから動かせられるようにしてよ。話はそれからでもいいでしょ。ダメ。あなたのことだからそのままとぼけるつもりでしょ。これまでのあなたの行動で信用というものはありません。だからちゃんと話が終わるまではあのままにしておくから。それなのにコインパーキング代を払えっていうわけ？昨日までの料金で構わないよ。話し合いの間の料金についてはうちが持つから。最初私はしおりが戻ってきたら車を動かしてもらうつもりでした。しかしそれを止めたのは旦那だったのです。これまでのことを考えても、車を動かしたら動かしたんだからいいでしょと言うんじゃないかと夫が言ってきたのです。そんなことはないとは言い切れませんでした。むしろ夫が言ったことをする可能性の方が高かったのです。だから話し合いの間はコインパーキング代を自腹にしてでも車は動かせないようにしようとなったのです。結果的に夫の言う通りにして正解でした。そうじゃなきゃきっと言い逃れをしていたでしょう。止めている証拠があっても本人が話し合う気がなければ問題解決はずるずると先延ばしになります。しかもしおりの旦那さんまで出てきて、たかが駐車場でごちゃごちゃ言うなと脅しまがいのことをしてきたので、警察にも相談をしました。まあ実害がないので本当に相談して終わりだったんですけどね。ねえ、旦那も言ってたけど、もう少し柔軟な考えを持てば。お隣さんなんだから、もうちょっとこう譲り合いの精神を持つとかさ。それはこっちに迷惑をかけている側が言っていい言葉じゃないです。だいたい譲り合いの精神とか言いながら譲れなきゃいけないのはこっちばかりじゃないですか。可愛くないおばさん。そのうち旦那さんが不倫したりして。だって可愛げのないおばさんじゃ一緒にいても疲れちゃうでしょ。そのことと無断駐車は何か関係があるんですか？関係がないなら下手な話題そらしはやめてください。下手って、あんたもうちょっと言い方考えなさいよ。相手が傷つくとか考えないわけ？だったら人の迷惑になることとかもっと考えてくれませんか？私たちの生活はあなた中心に回っているわけじゃないんですよ。人の迷惑を考えられない人が言い方を考えろって言っても説得力はないですからね。自分の言葉を聞いてもらいたいなら自分自身の行動も見直すようにしてください。偉そうなことばかり言って、嫌なら嫌って言えばいいじゃない。一応遠回しには言っていたんですけど、あなたには届いていなかったみたいですね。ストレートな言葉じゃないと届かないんですか？遠回しに言われても気づけない場合だってあるでしょ。そういう気遣いもできないわけ？気遣いって、どうして私があなたを気遣わなきゃいけないんですか？迷惑ばかりかけているのに。一応あなたが暮らしているアパートの管理会社にクレームは入れておきましたから、管理会社からも連絡が来るんじゃないですか？はあ？管理会社って、あんたただのクレーマーじゃないの。自分のしたことは棚上げですか？すごいですね。言いたくありませんが、非常識な人はどんな思考回路を持っているんでしょうか。まあもう話しても無駄だということが分かったので、今後は弁護士を通してください。その後私はしおりをブロックしました。
後日分かったことですが、しおりの家に対してのクレームを入れているのは私だけじゃなかったようです。同じアパートの人からもクレームを入れられていて、管理会社から改善が見られないようであれば強制退去してもらうしかないと言われたそうです。強制退去といっても簡単にはできないことです。それを大家さんや不動産会社が言うことは、それだけ普段からクレームを入れられることが多いということなのでしょうね。一応こちらが利用した分のコインパーキング代は払ってもらいました。これまでの迷惑料も加算されて支払ってもらいました。と言っても支払ってくれたのはしおりのお母さんですけどね。しおりのお母さんは何度も謝ってきて、あなたが悪いわけじゃないですからと何度言ったことでしょうか。ただ一つだけ言うなら、しおりのお母さんは彼女に甘すぎます。そのため調子に乗っている部分があるのも事実です。でもそれを本人に伝えるわけにはいきません。なぜならそれは私には関係ないことだからです。私はコインパーキング代を支払ってもらえればいい、今後無断駐車がなくなればいいというだけなので。まあしおりのお母さんも呆れていたので、もしかしたら親から突き放される日も決して遠くはないかもしれませんけどね。それから1年後、しおりたちが退去したのは半年ほど前です。いくら注意しても改善されなかったこと、しおりたちの迷惑行為で退去者が多くなったことで強制退去となったようです。ネット上でもしおりたちのことを言っているのだろうという悪評も出ていて、あのアパートは今後大変でしょうね。評判は悪くなるのは簡単ですが、良くなるのは時間がかかりますしね。でも私たちはしおりたちが強制退去になったおかげで平和を取り戻すことができました。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前は勝人、今回は姉さえりの話です。こちらがそのさえり。姉は自己中心的な人です。昔から自分さえ良ければいいという最悪の人でした。でもまさか自分の子を置き去りにするなんて思わなかったのです。俺が高校3年生の時、姉は自分が産んだ子である勇気を置き去りにして男と蒸発をしました。両親は姉が蒸発する半年前に交通事故で亡くなりました。そのため俺が勇気を育てるしかなかったのです。しかし6年後に姉がそ知らぬ顔で母親面をするようなメッセージを送ってきました。それでは姉とのやりとりをご覧ください。ねえ、なんで勇気に会わせてくれないの？母親なんだから会わせてくれてもいいでしょ。実家だっていつの間にかなくなってるし。姉ちゃんがいなくなって俺が勇気を育てたんだぞ。突然蒸発したことに関する謝罪もないわけ？それは悪いと思ってるけど、兄弟なんだから別にいいじゃん。支え合うのが兄弟だと思うし。勇気を育てたことに後悔はないけど、俺が大学を諦めたこともどう思ってるんだよ。育て始めた頃は本当に手探りで、俺はノイローゼにまでなったんだからな。そこまで愛してくれるってことはやっぱりカズトは優しいね。まあ大変な部分は過ぎただろうから私が引き取るよ。カズトも今から大学受験とか目指せば？俺はもう就職しているし、今の会社を辞めるつもりはないよ。それに大変な部分は過ぎただろうからって何？姉ちゃんは育児をなめてんの？やだ、もしかして勇気の親になったつもり？あんたが親代わりで育ててくれたのは感謝してるけど、勇気は私の産んだ子なんだから返してもらうよ。産んだってだけで返してもらうって、ずいぶんなめたこと考えてるね。姉ちゃんがそんな考えなら勇気は返せないから。また勇気を置いて蒸発しそうだし、勇気の命に関わるような危険がある相手に返せるはずないよね。これがまだ反省しているならともかく、子供をアクセサリー感覚で考えている姉ちゃんに返すつもりはないから。ただ俺だけの考えで返さないと言っているわけではありません。勇気にもしっかり確認はしています。勇気は賢い子で、自分が俺の子ではないことを小学生に入る時に伝えています。小学生には酷な事実だと思って避けていたのですが、母親について聞いてくることが多くなったからです。とどめは親戚のおばさんに母親に捨てられた子と言われたらしく、泣きじゃくりながら俺に、僕はいらない子なの？と聞いてきました。当然親戚のおばさんはきっちり締めてやりましたけど、まあ暴力という意味ではなく言葉でという意味です。
さすがにどんな事情があっても暴力を振るう方が悪いに決まっていますし、余計に勇気を泣かせることになると思ったので、その時に姉のこともしっかり伝えました。そして姉が勇気を返せと言ってきたことも伝えてあります。勇気は僕にとっての家族はお父さんだけだからと言って姉に会うことを拒んでいるんです。子供としては自分を捨てた母親に会いたくないということなんでしょう。勇気も私に会いたくないって言ってるの？あんた嘘つくんじゃないわよ。子供だったら母親に会いたいって思うものでしょ。ドラマや漫画の見すぎだから。会いたいって気持ちが全くないわけじゃないだろうけど、それ以上に自分を捨てた母親に会う怖さの方が大きいに決まってるじゃん。子供は捨てたくせに子供に対して夢見すぎだろう。自分の気持ちをコントロールする能力が低い分、ものすごくシビアな態度を取られてるってことも考えなかったのかよ。勇気に合わせてあんたが勝手に作り話をしてるだけじゃないの？勇気から聞くまで信じないから。だから勇気は姉ちゃんと会いたくもないって言ってるんだよ。母親だって主張するなら子供の意思を尊重してやれよ。なんで自分の勝手で捨てて自分の勝手で会おうとすることが許されるって思っているんだ。なぜ姉がここまで勇気に固執するのか不思議でした。しかし姉の知人に会うことがあり、その時に理由が分かったんです。どうやら姉は結婚をしているようですが、子供が望めないんだとか。もともと妊娠しづらいタイプだったらしく、勇気が生まれたこと自体がかなり奇跡に近いものだったようです。今の姉の旦那は子供が産めない姉に対してひどい扱いをしているんだとか。それで過去に産んだ勇気を連れて戻れば旦那と温かい家族を築くことができると考えたようです。本当に浅はかな姉ですよね。そんなことをしても姉の旦那にとっては他人の子です。姉が望むような結果になんてなるはずもないというのに。むしろそんなくだらないことに勇気を巻き込もうとした姉に苛立ちを覚えてしまいました。絶対に姉と勇気を合わせてなるもんかという考えまで持つようになったんです。あんたが何を言おうと私は勇気の母親なんだからね。勇気をこれから迎えに行くんだから居場所を教えなさいよ。言っておくけど勇気は俺の息子になっているから。はあ？育ての親でしょ。親気取りなんてズーズーしいし厚かましいんだけど。いや、俺の養子に入ってるってことだよ。それに勇気にも母親はいるし。は？姉ちゃんは知らないだろうけど俺は結婚したんだよね。もちろん勇気のこともしっかり話してあるよ。その上で俺と結婚して勇気の母親になってくれたんだよ。え、ちょっと待って、なんで勝手に養子にしてるの？こっちこそなんで今さら母親面すんのって感じなんだけど。だって勇気を捨てたのは姉ちゃんだろ。消息もつかめない母親のためにどうして勇気が犠牲にならないといけないんだよ。戸籍上は養子だけど俺の息子だから、姉ちゃんにとやかく言われる筋合いはないんだよ。それでも一応勇気の意思を尊重したいから聞いてみたんだけどね。勇気はお父さんもお母さんもいるから会いたくないだって。そうだろうな。妻は勇気のこと実の息子のように可愛がっていて、そのことが伝わっているだろうけど、勇気も妻の前では素直でいい子になってるんだからさ。そんな、なんで子供が親を裏切るの？おかしなことを言うね。先に勇気を裏切ったのは姉ちゃんの方だろ。なんで勇気が姉ちゃんを拒否しただけで裏切りになるんだよ。裏切ったことに関してはスルーなわけ？子供だからって姉ちゃんは下に見すぎ。子供の方がいろいろと物事を見ているんだってことを知った方がいいよ。それに自分の子じゃないのに勇気を連れて帰っても姉ちゃんの旦那に何をされるかわからないじゃん。姉ちゃんの自己満足な理由で勇気を振り回すのはやめてくれよ。なんでそのこと知ってるの？誰から聞いたのよ。そんなことどうでもいいだろう。はっきり言って俺は6年前に姉ちゃんの弟としても縁を切ったつもりだよ。だから今後俺に連絡をしてこられても困る。
あんまりしつこいようなら姉ちゃんの旦那に俺から苦情を入れることになるから、そのことも考えておいてくれよ。なんで私が幸せになる邪魔をするのよ。弟なら姉の幸せを願うのは当たり前でしょ。母親なら子供の意思を尊重してやるよっていうのは俺だけ？姉ちゃんがまともなことをしているなら俺だって応援するよ。でも子供を捨てるなんて最低なことをしておきながら自分の幸せばかり追いかけている姉ちゃんを応援できると思う？姉ちゃんは自分の幸せのために勇気を振り回しすぎたんだよ。そんな姉ちゃんのためにこれまで可愛がってきた勇気を手放すなんて俺には考えられない。どうしてもと言うならこっちにだって考えがあるから、裁判でも何でもするし、こっちも弁護士に依頼をする。そうなると姉ちゃんの旦那も巻き込んでのことになるから、その辺は承知してくれよ。そんな旦那は何も知らないのよ。何にも知らない旦那のところに突然勇気を連れて行くつもりだったわけ？余計に考えがおかしくないか？本当に自分のためならなりふり構わないことができるんだな。それは旦那だって話せば分かってくれると思うから。だったら話すことが先なんじゃないのかよ。なんで連れて行くことばかり考えているのか。仕方ないじゃない。まさか私が子供ができにくい体だったなんて思わなかったし、旦那は子供を欲しがってるし、これからできないならこれまでに作った子を連れて行こうって思うのは当たり前でしょ。どこが当たり前なわけ？意味が分かんない。それに勇気の意思がないことに恐怖を感じるよ。どっちにしても勇気は渡さないし、これ以上何かを言うなら本当に弁護士を雇って争うつもりでいるから。その後俺は姉をブロックしました。姉の知人にも状況を説明して、何か調べようとしてきても教えないでくれと念押しをしておきました。姉の知人もまさか旦那には秘密にして捨てた子を取り戻そうとしているなんて思わなかったようで、勇気のために何も言わないと約束してくれました。俺は勇気にも今回の顛末を話しました。もしかしたら知らない人に話しかけられるかもしれないけど、知らない人には絶対についていかないようにと教えておきました。姉が勇気を見たらすぐにわかるはずです。なぜなら勇気は姉にそっくりなんで。まあ姉とは違って愛嬌もあるし可愛いんですけどね。ちなみに姉のその後についてですが、離婚をしたと姉の知人から聞きました。どうやら姉の旦那は勇気の存在を知らなかったようで、過去に自分の子を捨てた女ということで離婚を言い渡されてしまったようです。姉の旦那としてはまともな反応でしょう。勇気を連れて行けば大丈夫なんて考えの姉の方がおかしかったんですから。姉は一人アパートで寂しく暮らしているようです。友人たちにも見捨てられ、孤独感はたっぷり味わうことでしょうね。でもそれは過去に勇気が味わったもんです。勇気がどれだけ心細かったか悲しかったかを考えながら、もっと孤独感を味わえばいいと思います。俺も妻も勇気も過去のことを思い出さないくらい幸せな毎日にしていこうと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前は麻子。今回は夫の母、つまり私にとっては義母となる女性の話です。こちらがその義母であるタエ。夫である敏夫に対しては意外と厳しいのですが、私にとって義姉にあたる女性の鞘には激甘です。ちなみに私も夫も義姉のことが苦手です。結婚の挨拶に行った時も私のことを男に寄生する女と言ってきて、正直腹が立っていました。ただ夫によると結婚願望は強いけど結婚相手が見つからない人と聞いています。そのため結婚が決まった時、夫も義姉から嫌がらせを受けていたのだとか。でもまさかあんなことになるとは思いませんでした。それでは私と義母とのやりとりをご覧ください。明日は病院に行きたいんだけど、送迎お願いできる？あのすみません、私妊娠8ヶ月なので運転は控えているんです。この前もそう言いましたよね。妊娠は病気じゃないのよ。病気じゃないのに注意しすぎるってどうなのかしら。あなたは我が家に嫁いできたんでしょう。
それなのに義両親の頼みを断るなんてどうなの？お姉ちゃんだったらすぐ飛んできてくれるのにね。やっぱり同じ娘でも血がつながっていない娘は冷たくて薄情なのかしらね。確かに妊娠してからはあまりお願いを聞けていない部分もありますけど、その前はちゃんとしていましたよね。お姉さん以上にお母さんの送迎とかしていたはずなんですけど。昔のことばかり持ち出してこられても困るわよ。私が言ってるのは今の話なんだから。それともあなたは前にしたことをこうしてあげたでしょって恩着せがましく言うつもりなの？体調が悪いのにそんなことばっかり言って、あんたは本当にどうしようもない嫁だね。体調が悪いなら私のことも考えてくれませんか？妊娠中って個人差もあるでしょうけど、本当に辛くて立っていられない時もあるんですよ。お母さんは二人の子供を産んで育てていたんだから、その辛さも分かってくれるんじゃないですか？残念だけど、私は妊娠中に辛いだなんて思ったことはなかったわね。本当に辛いならあなたの母親としての自覚が足りていないからじゃないの？いや、そういう精神論の話ではなくてですね、個人差もあるでしょうけどって言ったじゃないですか。いいわよ、軽病なんて使わなくても送迎なんて面倒ですって正直に言えばいいじゃないの。話が通じないとはまさにこのことです。確かに面倒だと思っている部分もあります。でも本当に体調が悪いから送迎なんてできないだけなんですけどね。出産経験があるはずのお母さんがこんな調子なので、お姉さんからの当たりも強いんでしょうね。お姉さんは出産経験がないので、全てお母さんの言う通りだと思っている節があります。以前も安定期に入らないうちの旅行を断ったら家族のコミュニケーションを乱していると言われましたから。夫もお母さんやお姉さんの態度を申し訳なく思っているらしく、無理に二人に付き合う必要はないと言ってくれました。ただ付き合うつもりはなくても向こうが寄ってくるのでどうしようもない状態だったりするんですけどね。大好きな夫の家族だから我慢している部分もありますが、これ以上好きかって言われると私の我慢も限界を迎えそうな気がします。私の病院はもういいわ。ただ明日のお姉ちゃんの送迎はお願いするわよ。え、お姉さんの送迎ですか？お姉さんって運転免許は持っていましたよね？友達との飲み会があるんですって。お酒を飲むから車の運転ができないらしいのよ。だからあなたが送迎をするって言っておいたわ。勝手に決めないでください。だいたい妊娠8ヶ月の妊婦に対して運転をしろって非常識じゃないですか？まあ、自分の非常識さは棚にあげておいて人を批判するなんて随分と偉くなったものね。万が一のことがあったらどうするんですか？私は子供のことで万が一がないように気をつけているのに、そんな雑用ばかり押し付けられても困ります。雑用を率先してするのが嫁でしょ。少なくとも私はそうしていたわよ。もし送迎をして万が一のことがあったらどうするつもりですか？そんな大げさなことばかり考えているの？万が一のことなんてめったに起こらないわよ。でも何も起こらないって保証はないですよね。もし万が一のことが起こったら、お母さんやお姉さんは責任を取ってくれるんですか？責任なんて、あなたひどいことを言うのね。もし何かあって子供が生まれなかったとしたら、縁がなかったってことでしょ。その時は次の子を作ればいいだけの話じゃない。そこまで深く考えることはないでしょ。それ本気で言ってるんですか？当たり前じゃない。まだ生まれていない子なんだから愛着もないでしょ。さすがにこの言葉を聞いて怖くなってしまいました。もしお母さんやお姉さんのせいで何かあっても生まれていないんだからって通そうとするような気がしたからです。夫にお母さんの言葉について相談すると、今まで見たことがないくらい怒っていました。そして二度とお母さんたちに関わらなくていいとまで言ってくれたのです。ちなみにお父さんについてですが、夫が幼い頃に亡くなっています。そのこともあってお母さんの性格もどんどん悪くなっていったのだろうと言っていました。お父さんが亡くなったことは悲しいですが、だからといってお母さんの言葉や態度を許せるはずがありません。ただ同居している以上関わらずに済むというのは無理な話です。
夫の言葉は嬉しかったのですが、関わらずに住むのは無理だろうなと思っていたのですが、なんと夫が新しい住まいなどを見つけてきていました。お母さんやお姉さんに知られないよう家具などもすべて新しくして、最低限の荷物をまとめておくように言われたのです。夫は母や姉も大切だけど、子供を軽視するような人を親とは思いたくないと言っていました。もともとが優しい人なので、ここまでのことを言うなんてどれほど苦しかったんだろうと思うと同時に、この人を好きになってよかったと改めて思いましたね。ちょっとどういうこと？どうしたんですか？なんであなたも年をも家に帰ってこないのよ。ああ、もうそこに帰る予定はありませんので、これからはお姉さんと二人で暮らしてくださいね。どういうこと？生まれていないとはいえ、子供のことを何かあっても次を作ればいいというような人を親とは思いたくないと年尾さんも言っていましたよ。あなたがそそのかしたんでしょう。人のせいにするつもりはありませんけど、引っ越しを提案してくれたのは年尾さんですよ。年尾さんはお母さんやお姉さんに見切りをつけたみたいですね。もう二度と関わらなくていいとまで言ってくれました。そりゃそうですよね。初孫であるにもかかわらず、次を作ればいいなんて言う人と一緒にいるなんて怖くてできないですから。年尾と話をさせてちょうだい。電話をしても繋がらないのよ。着信拒否にすると言っていましたからね。あの時は言い過ぎたわ。だから戻ってきてちょうだい。無理ですね。年尾さん、今まで見たことがないくらい怒っていましたし、もう親とも姉とも思わないって言っていました。今すぐ何とかしようとしても無理でしょうね。でもいいじゃないですか。お母さんにはお姉さんがいるんだし、一人になるわけじゃないですからね。そんな冷たいこと言わないでよ。そこまで怒るようなことだとは思わなかったのよ。二人の子供を育てておいて、その考えはどうなんでしょうか。年尾さんやお姉さんが生まれる前に何かあったとしても、お母さんは、あ、次作ればいいやで済んだってことですか。そういう考えを持っている人だと分かって、あなたをお腹の子のおばあちゃんだよなんて紹介したくないです。お母さんと連絡を取っているのがバレたら年尾さんに怒られるので、もうメッセージは送らないでくださいね。ちょっと待って、本当に謝るから。これからはもう無茶なことは言わないから。無理ですって。年尾さん、移動願いを出しているんですよ。だから今月中にはこの件を出ていきます。どういうこと？長男なのに親の面倒を放棄するつもり？そうさせたのはご自分だって理解されてます？今までは年尾さんの母親ということで我慢していましたけど、もう我慢はしませんから言いますね。あなたがそばにいると精神衛生上良くないんですよ。ストレスばかりでイライラしちゃいますし、お姉さんにもよろしくお伝えくださいね。最後に嫌味を言っていいですか？これお姉さんに伝えてもらえます？そんな性格だから結婚したくてもできないんだよ。結婚したいなら自分の性格を見直してみれば？とお願いしますね。このメッセージを送った後ブロックしました。きっとお母さんのことだから反論を鬼のように送ってくると思ったからです。言い逃げなんて卑怯かなと思いましたが、これまで好き勝手言っていたんだから、これくらい許してくれますよね。ちなみに私以上に怒っていたのは夫です。これまでは私と自分の親や姉が仲良くしてくれたらと思う気持ちもあったんでしょう。だから曖昧な態度だったんでしょうけど、子供に対する言葉で完全に亀裂が入ってしまったようです。まあ私の時には我慢させていたくせにという思いがなくもありませんけどね。でも子供のことをしっかり考えてくれる人なんだと分かっただけでも良かったです。父親になったんだから、自分や奥さんよりも子供を優先してほしいという気持ちが大きかったので。この後お母さんはお姉さんと作戦会議をするでしょうけど、しばらくは関わるつもりはありません。夫の職場も県を越えるので、二人も簡単に会いに来られないと思いますしね。でも夫にとっては唯一の家族なので、いつかは仲直りをさせてあげたいと思います。口では悪く言っていますけど、夫も家族と仲違いをしたままというのはモヤモヤが残ってしまうでしょうからね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はめぐみ。
今回は夫大吾の話です。こちらがその大吾。私と大吾は結婚して20年になります。ただ7年前に姑が脳梗塞を患ってから寝たきりになって介護の生活が始まりました。姑はいい人だったので介護も嫌ではありませんでした。7年間の介護生活を終える時もありがとうと言ってくれて、実の母のように葬儀で泣きじゃくってしまいましたね。ただそんな時に夫からの許せない言葉がありました。それでは夫とのやりとりをご覧ください。母さんの葬儀も落ち着いたことだし、俺たちは離婚しよう。え？悪いけど、もうお前を女として見れない。ずっと妻であること女であることをサボってきたツケだ。俺から離婚されても文句を言える立場じゃないよな。7年間の介護があったのはあなたも知っているでしょ。介護が楽じゃなかったこともあなたは間近で見てきたはずよ。お母さんのための介護をしながらあなたのために女でいろって、そんな器用なことができるものじゃないってわかるわよね。だいたいお母さんはあなたの母親でしょ。介護も手伝わないくせに私に女を求めるなんて。いや、介護は嫁の務めだし。嫁の務め？だったらあなたは夫の務めを果たしてないってことになるわよね。嫁の務めを言うなら夫の務めも果たしなさいよ。その年齢まで平社員で稼ぎも少ない、これのどこが嫁の務めを問えるほど夫の務めを果たしているっていうの？それははっきりと言ったらどう？あ？介護が終わったから不倫相手と一緒になりたいって、あなたの不倫を知らなかったとでも思ってるの？妻であることをサボっているって言ったけど、ちゃんと家事はしていたでしょ。お母さんの介護が終わって家に帰ってそれでも家事はしていたわ。あなたから妻をサボってるって言われる筋合いはないのよ。介護も家事も頑張ってくれてありがとうと言われることはあってもね。夫は不倫に気づかれているとは思っていなかったのでしょう。本当に驚いた様子でしたから、私のせいにして離婚したがっていたのは慰謝料問題からだと思います。私が悪いとすれば慰謝料は払わなくて済むだろうと思ったのでしょう。そんな浅はかな考えを持つ夫にうんざりしました。だから夫の望むように離婚してやろうと思います。もちろん夫にも不倫相手にもしっかり慰謝料は請求しますけどね。弁護士に相談したら、介護が終わったタイミングで離婚を切り出すのは以前から計画してたのだろうということでした。そういった悪質な部分も考慮されて請求する金額は相場よりも多くなったんです。ちなみに義父は離婚に賛成してくれました。後から知ったことですが、義父は夫に義母の介護を手伝うように言っていたそうです。夫が手伝えないならヘルパーを雇うと言ってくれてたようですが、夫は金がもったいないと拒否していたのだとか。私のことは介護要員としか見ていなかったってことですよね。その事実も腹立たしくなりました。おい、今日弁護士が来たけど慰謝料500万ってなんだよ。不倫が原因で離婚することになっても相場は300万円くらいだったはずだろ。介護をさせるためだけに離婚しなかっただけでしょ。不倫相手があなたとは5年間続いてるって言ってたわよ。え？それだけ長期間不倫をしておいてお金のことでごねるの？お母さんが生きていたらきっとあなたのことが情けなさすぎて泣いちゃうわね。あなたのお望み通り離婚をしてあげるんだからお金くらい払いなさいよ。介護から逃げ続け私のせいにしようとしていたんだから相応のペナルティは覚悟していたはずでしょ。だからって、あなたは文句を言える立場じゃないのよ。不倫相手も慰謝料は払わないって言ってるけど、いいわよ、だったら会社に相談するしかないわよね。同じ会社の社員同士が不倫をしているんだから、お宅の会社は不倫を推奨しているのかって聞いてもいいわよね。待ってくれ、会社には迷惑をかけないでくれ。会社への迷惑は気にするのに私への迷惑は気にしなかったのね。あなたってば昔からそうよね。外面の良さっていうか家族以外からの視線を気にするのよね。娘にも連絡はしているわ。娘も離婚には賛成してくれているし。俺と離婚してどうやって生活するつもりだ。パートでも何でもするわよ。それにあなたと不倫相手から慰謝料をもらえば当面の生活費にはなるでしょ。
その間にちゃんとパートをして老後に備えるから。私はあなたみたいに無駄遣いなんてしないから、つつましく生きていける。むしろあなたと一緒の方が老後の心配があったしね。老後に備えるでもなく趣味にお金を使って、今にして思えば不倫相手にもお金を使っていたんだね。趣味に使っている割には物が増えてなかったし、ここで一つだけ夫に仕返しをしようと思います。きっと夫自身はまだ気づいていないことでしょう。それはこの前夫が会社で受けた健康診断です。結果は自宅に届くようになっているのですが、一つだけあなたに教えてあげる。なんだよ。この前の健康診断かなり悪かったみたいよ。お母さんのこともあるし、もっと自分の体をいたわったら。まあ私にはもうどうでもいいけどね。でもあなたは自分の身に何か起こらないと信じないわよね。どうせ不倫相手と再婚するんでしょ。不倫相手が体のことを気遣ってくれる相手だといいわね。その後慰謝料をもらって離婚をしました。養育費については娘はもう成人しているのでありません。娘も夫が不倫をしていたことに軽蔑しているようです。二度とお父さんには会いたくないと言っています。夫は娘を可愛がっていたので、二度と会えないことは若干答えるでしょうね。離婚をして元夫が再婚した直後、重大な病気が分かったそうです。不倫相手、いえ再婚した女性は結婚して直後に介護なんて嫌と言って、家からお金を持ち出して逃げたのだそうです。ごめん、俺自分が彼女に逃げられて初めてお前の気持ちが分かった。分かった気にならないでくれる。私は介護を最後までしっかりやり遂げたの。病気だから逃げられて誰の気持ちを分かったつもり。あなた程度に分かられるようなことなんてないわよ。都合のいいことだと分かってる。俺体を悪くして。だから何？今度はあなたの介護のためにやり直してってこと？病気がなければあなたはあの時の不倫相手と幸せに暮らしていたはずよ。それが都合が悪くなったからって私とやり直そうだなんて。私をバカにしないで。私はあなたの犠牲になるために生きているわけじゃないの。それは分かってるよ。でも俺がバカだったって反省している。反省するのが遅かったわね。取り返しがつかないこともあるんだって分かってよかったじゃない。娘にも連絡はしないでね。不倫相手から逃げられて娘に介護させようだなんて思わないで。まああの子はあなたの連絡先を全て削除してるみたいだけどね。あなたとは二度と連絡を取りたくないって言っていたみたいだし。頼むよ。親父も老人ホームに入所したらしくて、お前に残す金はないって言われてるんだ。そうでしょうね。離婚の話をした時に遺産は全て寄付するって言っていたから。あなたも大人なんだから親に頼らずに生活しなさいよ。不倫相手と生きるって決めたんでしょ。逃げられたなら一人で生きなきゃいけないことくらい分かってたはず。頼むよ。俺もう寂しくて。私はその気持ちを7年間抱えていたわよ。介護を手伝ってくれないあなたに対して。自分では何もしなかったのに自分のためには動けってこと？本当にあなたって自分勝手にも程があるわね。けどあなたが苦しんでいるって分かってすっとしたわよ。最後にスカッとさせてくれてありがとう。病気は甘く見ちゃダメよ。ポロッといけるならともかく、体の自由が効かずに生き続けることになったらあなたも大変でしょうね。お母さんも大変そうだったから。でもこれは天罰じゃない？え？実の母親が苦しい時に逃げて不倫していた。まるで私が介護をするのが当然かのような態度の毎日。そのあなたが今度は介護される側になる可能性が高くなった。でもあなたの周りには誰もいない。どうするの？ホームに入所すると言ってもお金ないでしょ。本気で大変じゃない？これから頑張ってね。頑張れる問題でもないけど。その後元夫をブロックしました。知人に聞きましたが、その後会社で倒れて緊急入院になったそうです。元夫が私の連絡先を病院に伝えたようで電話が来ました。元妻なので私に言われても困りますとだけ言って切りました。まさか病院から連絡が来るとは。こんなことならスマホの番号を変えておけばよかったと思いましたね。
元夫の知人からも気にかけてやってほしいと言われましたが断りました。一番寄り添ってほしい時に寄り添わず、天津さえ外に女を作っていた男をなぜ私が気にかけなければいけないのでしょうか。元夫の知人には悪い印象は持っていませんでしたが、所詮男なんだなと思いました。もちろん男全員が同じとは言いません。でも元夫の知人は不倫をする側の人間なんだなってことがわかるくらい自分勝手なことを言ってきたんです。それから数年、私は元夫のことは知りません。障害の残った体で一人生活をしているとも聞きました。年齢は誰だって重ねますし、病気リスクも高まります。自分が病気になった時に身の回りに人がいるかは、その人のこれまでの態度次第だと元夫を見ればよくわかります。私やお母さんを裏切り続けた元夫がずっと苦しみますように。ずっと苦しんでいるとわかることで私も胸がスッとしますから。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はミキ。今回は元夫聖子の話です。こちらがその聖子。私と聖子は5年前に離婚をしました。結婚生活2年程度で終了したのですが、その原因は聖子のモラハラでした。聖子と夫婦生活を続けていた頃は、私自身を否定されるようなことばかり言われて、精神的にも参っていたと思います。ある意味、洗脳状態だったんでしょうね。聖子の言うことを疑うことなく受け入れていたのですから。でも友人に話してその異常さに気づきました。そして友人の力を借りて離婚をしたのですが、まさか数年経ってあんなことになるなんて。それでは聖子とのやりとりをご覧ください。5年ぶりだな。まだこのアドレスを使っていたみたいでよかったよ。おかげで連絡を取ることができたんだし。今さら何？私はもうあなたに怯える妻じゃないの。何を言われてもどう対処すればいいのか分かっているから。へえ、生意気になったよな。俺の言葉で落ち込んだりしていたくせに。それとも俺が目の前にいないから強気でいられるのか？だったら今からお前のところに行ってやろうか。知ってるんだぞ、お前が再婚して別の男と暮らしているってことも。だから何？離婚して再婚なんて特に問題があるとは思えないんだけど。っていうか5年ぶりに連絡をしてきて何の用なの？ああ、そのことなんだけど、俺お前を結婚詐欺で訴えることにしたから。は？お前のせいで俺は罰がついたんだぞ。俺の経歴を傷つけたんだから責任取るのが当然じゃないか。経歴に傷って、あなた私に何をしたのか分かってるの？言葉による暴力、ご飯もまともに食べさせてもらえなかった、平均体重をはるかに低かったのは医者からの診断書も見せたわよね。そんなの覚えてねえよ、5年も前のことなんだぞ。だったら弁護士を雇うわ。あなたにとっては5年前のことでも、私にとっては今でも日常生活に影響がある出来事だったんだから。当時の資料のコピーとか持っているし、覚えていないって言うなら思い出させてあげるわよ。お前マジで生意気だな。俺と夫婦でいた時にはそんな強気な態度見せなかったくせに、今の男の影響か？今の男なんていやらしい言い方しないで、私の旦那なんだから。どうでもいいや、俺に訴えられたくないだろ。今の旦那とやらに迷惑もかけたくないよな。だったら俺に対して慰謝料を払えよ。そうだな、200万くらい払ったら勘弁してやるよ。お前だって訴えられた女になんてなりたくないだろ。俺が我慢してやるって言ってんだからちゃんと払えよ。それって恐喝？あなたにお金を支払う必要性なんて感じない。訴えたければ訴えれば？恥をかくのはあなたの方だと思うけど。なんだと？お前は俺に従っていればいいんだよ。従う必要性を感じません。あなたこそ5年も経ったのに今さら連絡してくるって何なの？結婚詐欺で訴えるとか言ってるけど、それは脅しでしょ。私にお金を支払わせたいから脅しで言ってるだけじゃないの？結論から言えば、私の指摘は当たっていました。今の旦那に聖子から連絡が来たことを伝えると、彼は更信所に依頼をして調査をしてくれたのです。そこで分かったことは、聖子が借金まみれであるということでした。
離婚した5年で500万円もの借金を背負っていたのです。理由はギャンブルやキャバクラ通いなど呆れるようなものばかりでしたけどね。今の旦那は相手に屈する必要はないからちゃんと対応しようと言ってくれました。きっと一度相手の要求を飲めばずるずると何かを要求してくるはずだと旦那も言っていましたし、私も同じ考えです。ただ私たちだけで対応するのは限界があるので弁護士に相談をして正吾との対応を行ってもらうことにしました。するとすぐに正吾からメッセージが届いたのです。お前自分から大ごとにするってバカなのか。今日俺のところに弁護士が来たぞ。お前の代理だとか言ってな。弁護士に依頼をしたから当然でしょ。弁護士も言っていたけど、あなたの要求は理不尽すぎるから聞く必要はないって。そのこともあなたのところに行った弁護士から聞いたでしょ。大体私があなたからお金を奪っていたならともかく、そういうことも一切ないのに結婚詐欺って。慰謝料を持って行っただろうが。それは私の正当な権利。あなたからどんなことをされていたか覚えているでしょ。私の人格、存在すら否定され続けていたんだから。それはお前がグズだからだろうが。俺がしっかりしつけてやっていただけだ。しつけ？しつけもされていない人が他人をしつけてバカじゃないの？自分ができないことを私に強要して何様のつもり？あんたなんかにビクビクしていた私も間抜けだったわ。自分では何もできないただの無能男でしかなかったのにね。誰が無能だ。マジでお前調子に乗るなよ。それはこっちのセリフだよ。あなたが調子に乗り続けるならこっちにも考えがあるから。あなたからされたことは PTSD になって今でも私の生活に悪影響を与えているの。その責任をしっかり取ってもらいましょうか。なんだよそれ。私は生後との結婚生活で得た恐怖などに今でも苛まれています。大きな音などがすれば過呼吸になってしまうこともあるのです。そのため今でも心療内科に通って薬を処方してもらっています。今の旦那はそんな私を支えてくれています。体調が悪ければ気遣ってもらえるという当たり前のことがこんなにも嬉しいのだと再婚をしてから感じました。生後とのやりとりで平気さを装っていますが、実は生後の言う通りです。姿が見えないから強気でいられるだけなのでしょう。実際に生後の姿を目の前にしたら、きっとこんな風に話せません。きっとガタガタと震えて、言葉を発することもできなくなるはずです。それが分かっているのか、今の旦那は生後と会わなければいけない時は付き合ってくれると言ってくれました。その言葉だけですごく心強くて、なんとか平静を保つことができています。おい、本当に俺が訴えてもいいんだな。お前が恥をかくことになるんだぞ。もしかしたら今の旦那とも離婚になるかもな。それはないから。訴えたいならどうぞって何度も言ったよね。今の旦那にもあなたのことは話してあるし、あなたみたいな理不尽な人じゃないから。あなたみたいに人を脅すような人でもないし。ああ、俺との結婚生活よりいいってのかよ。くだらないこと言わないでくれない？比較するのもおこがましいわよ。あんたとの結婚生活なんて思い出したくもないんだから。お前ずいぶん偉そうなことが言えるようになったな。俺に従順だったあの頃に戻してやろうか。今お前が暮らしてる場所も調べてるんだぞ。今から押しかけてやろうか。押しかけてくるなら警察を呼ぶからいいよ。あなたとはもう他人なんだから。お前がそこまで生意気なことをするならお望み通り今から押しかけてやるよ。5年前の時みたいにお前には立場ってもんをしっかり分からせてやらないとな。その後本当に正吾が家まで押しかけてきたのですぐ警察を呼びました。今の旦那にも連絡をすると仕事を早退して戻ってきてくれたのです。警察に抑えられながら、おいお前なんて叫ぶ正吾を見ると5年前のことが思い出されて体が震えてしまいました。でも今の旦那がそばにいてくれたのでなんとか立っていられましたね。ただ押しかけただけで実害がなかったこともありすぐに釈放されたと聞きました。今の旦那がこれまでの経緯も説明してくれたのですが、警察としては実害がないとしっかり動けないんですと申し訳なさそうに言われましたね。お前よくも警察を呼んでくれたな。おかげで晒し者になったじゃねえかよ。警察を呼ぶって言っていたでしょ。私は宣言通りのことをしただけ。
あなたからとやかく言われる筋合いなんてない。それにあなたがお金を欲しがっているのは借金のせいでしょ。私だったら簡単にお金を出すとでも思った？いい加減人をバカ扱いするのはやめて。お前が金を出すまで押しかけてやるから覚悟しろ。いつまでその虚勢が持つか見物だよな。だったら何度でも警察を呼ぶだけよ。そのうち本当に逮捕されるかもね。聖吾はそれからも何度も家に押しかけてきました。さすがに頻度が高くなったことで警察も厳重注意やパトロールの強化などをしてくれるようになったのです。警察や弁護士からも言われたので聖吾とのやり取りができないように着信拒否とブロックをしました。今の旦那は聖吾に家を知られていることもあるので引っ越しを検討してくれています。迷惑ばかりをかけてしまっていると落ち込んだのですが、大切な妻を守りたいだけだよと言ってくれて涙が出るほど嬉しかったです。その後聖吾は本当に逮捕されました。私たちが引っ越した後の家に不法侵入をして、どこに行ったと叫びながら窓ガラスなどを割っていたそうです。あのまま家に住んでいたらと思うとゾッとします。誰も住んでいない空き家状態だったため被害者も出なくてよかったです。そして今の旦那が聖吾の両親に会いに行きました。今後あなたたちの息子さんが妻につきまとうならあなたたちに対する対応も考えると言ってくれたのです。今聖吾は実家で暮らしていて、聖吾が何をしに出かけているのかまで知っていたそうです。知っていて矛先が自分たちに向かないように放置していたのだとか。結婚生活をしていた時もひどい義両親でしたが、5年経っても変わっていないようです。今の旦那は県外の部署に異動願いを出してくれて、今は九州でのんびりと穏やかな生活をしています。今後聖吾が関わってくることはないだろうと思いますが、もし関わってきても頼りになる旦那がいるので安心です。聖吾と離婚をして本当にいい人と巡り合いました。これからもこの幸せを手放さずに生きたいです。本日もご視聴ありがとうございました。